そうするとほら、ちょっと背中柔らかいの分かる、ね、分かる分かる、あ、ほんま音がちょっとマシね、うん、音鳴ってるバキバキってなりますよ、ね、はいはい、あの結構軽く押さえるとね、背中パキパキ鳴ったりするんですよ、で、今からね、背中緩めていきますよ、あー、気持ちいい、あそこは強いね、私、あのうん、あの大体ね、皆さん足が痛がって、みんな、うん、この辺は、そうそう、あの上半身はね、みんなね、あの痛がらないんですよ、耐えれるんです、うん、こんなとこ来る人は耐えれるんや、耐えれるんです私は無理やけど、さっき、うん、さっき来られた方はちょっと痛い痛い痛いって言ってましたけど、上半身、はい、やっぱ腰から下痛がんねんね、痛がりますね、腰、はい、右の腰、右の腰、うん、一番痛かった、座骨か、座骨です、座骨やね、こうかった、ああ気持ち、そら、そらなかなかですわ、あ普通のマッサージで効かないと思うけど、うん、この人、うん、大丈夫、大丈夫です、よいしょ、うわ、勝った、結構まあまあ入ってますから今、あそう、あよいしょ、うわ、勝ったね、あ気持ちいい、あ気持ちいいわ上は強いんやな、うん、もう凝りすぎて、まあ大体皆さんそんな感じです、うん、それが柔らかくなっていく、徐々に徐々に柔らかく なっていきます、ほらもう体が柔らかくなる、いやもうでも今下半身軽いで、あそう、痛さを我慢すれば、うん、痛さ我慢すればどんどん汚れが取れていくんですよ、で、あとはそのやっぱ定期的にやったらいい方がいいよとお伝えはするけど、あとは来るか来へんとしたいですね、はいはいはい、痛さがもう耐えられへんよって言っても二度と来ない人もいっぱいいるし、うん、ああもうやっぱ先生のこれがいいですっ て、うん、はあ、で楽になったらもうそのまま来ない方もいれば、うん、思い出してあたまに来る方もいればね、うん、そんなんでいいんじゃないかなと思ってますから、まあこんなん聞き出したらあんたアロマ行ってられへんのちゃうのアロマなんかあんた肌撫でられる行ってるようなもんやな、こんなんされたらな、一応送信が痛いのね、ああそうなんですか、そう、あの脂肪を普通の人は痛いんやな、ほんなら、うん、普通の人私マッサージこうやってしますけど、うん、マッサージ全く受けないので、うん、肩こらないんですか、こらないんですよ、うん、やっぱそんだけ筋肉動かしてんやろね、そうそうですね、ねえマッサージ受ける人の気持ちがわからない、そんな硬い人ばっかり、こんなんばっかり相手にしてた親指 L 字になるですごいでしょなあほんまにだからね、あの YouTube の動画も実はあれを見てみんな何がいいんだろうと思ってますからわかんないの、まあ、それはマッサージ好きな人にしたらやっぱもう味方がちゃうからな、違うからね、うん、奈良めっちゃ近いやんってだってこの人東北のどっか行きたいって言ってたもん、そうそう、ああ猫時ね、はいはいはい、奈良にあんねんって言ってな、そうそうそう、まあ、知る人ぞ知るっていうぐらいでええねんな、そうそう、もうそれぐらいでいいんですよ、もう親指折れてまうわなあ、あんまり流行りすぎてもあんまり来られすぎてもね、しんどいんで、ほどほど稼いだらいいんですよ。やっぱこう、疲れてる人の体やっぱり触ってたら、やっぱ自分も疲れるからな。いやいやいや、それは大丈夫なんですけど、あのやりすぎてしんどいんですよ。ご飯食べる間もない、ね、もうないんですよ。まあ、やっぱ商売も難しい、そこそこにしとかんとな。そう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 。自分がモテへんや。ほどほどがいいんですよ。はぁ、気持ちいいわ。うん、おお、ここかなり、かなり、かなり硬いですよ。親の人も大変やな、そんな硬いの。だから初めの料金高くしてるんですうち。そうそう。で割引使ってもらってもトントンぐらいでちょうどいいようにね。やる側もな、大変やもんな。そうそうそうすごいよ、あんたああ、気持ちいい、
でもそこは痛いの知ってるな、ね、そこは痛いの知ってるな、もうちょっと上はいいかな、そこな、ここね、うん、そこ溜まりやすいねんね、どうしても溜まりやすい場所です、ね、うん、人間としてどうしても溜まりやすい場所があるのでね、そこは痛いの知ってる、痛い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 、そこは知ってる、痛いな。ほんまに生まれるかと思うぐらい痛かった、こっち硬い、硬いね、ガッチガチ、やっぱり右になんかおるな、右になんかいるね。そうなの、なんかおんの、なんか乗ってんじゃん、首もカチカチですね、ですね、うん、あとちょっとね、はい、あ、気持ちいい。